ジャニーズ問題ですね、うん、メディアのほっかむりを許すなという話は。メディアのほっかむり10月2日にね、ジャニーズ事務所記者会見を2回目やりますけど ね、次の焦点はやっぱりメディアの罪っていうところじゃないかなと。次はメディアはどうするかってことが問われてくる。そうだよね、会見が終わってね、うん、そうで、これそもそも、うん、まあ、ジャニーズ問題は BBC から、まあ、再び火がついてっていうことなんですけど、うんうん、BBC でもあれメディアが隠蔽したってことをずっと報道されてるじゃないですか、ね、日本のメディアね。はいはいはい、で、まあ、国連も隠蔽に加担したとメディアが言っててましたよね、うんうん、で、あの再発防止チームのもうメディアの沈黙っていうことを言ってたんですね、うん、だから要はメディア問題もこれ切っても切り離せないわけですよね、はい、そうですね。だからそれは今後やっぱりもう一つの焦点になっていくと思うんですよね、うんうん、でこれは前も話しましたけど、性加害のシステムの中にはテレビので出れるとか、はいはい、でもありましたし、うん、その NHK がレッスン場を貸してたとか、うん、テレビ朝日が貸してたっていう、うんうん、ね、利益共有的な部分があって、それが性加害の仕組みの中にあるんじゃないかってずっと、ね、今言われている中で、なんかテレビはね、基本注視しますとかね、許されないことですって言ったら他人事のスタンスをずっと取り続けてるんですが、うん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 、ちょっとね、会見の前あたりになってきてから、うん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 、ほら、急にこう態度が少しだけ、そうですね、こうやっぱ風を読んできたっていうか、そう、そんな感じはありましたね。ありましたね。NHK とかね、なんか一気にかじきった感じ、うん、まあまあ、そうですね。だから紅白もゼロじゃないかとは言われてますけどね、風を読んでるだけであって、メディアの問題について KD をつけたわけじゃないですね。まあ、ね、でこれ来年の6月にはね、また国連でどうせ指摘されるわけですよ、メディアの問題は絶対、うん、あ、なるほど、もうすでにね、議題に上がってるんですから、うん、だからそれまでどうするのかという問題がきますよね、うんうん、で NHK の、 あの、まあ、稲葉理事会見でまあ厳しくね、先ほど言ったようにもう新規契約しないとかですね、うん、いう話をしてたんですけども、うん、これもう一つその質問で言ってたのは、うん、その第三者調査をしないっていうことをうん、NHK 明言してるんですね、うん、まあ、要はそのメディアの罪は調査しないということなんです、ね、あ、厳しい、そういうことですか。厳しい対応の一方で NHK がだからレッスン場化して、 NHK は少年クラブっていう番組があってレッスン場化したりとかね、うん、まあ、それは当然のことだみたいなこと言って、まあ、要はそこの NHK のあと紅白プロデューサーがどうとかいろいろ絶対あるわけじゃないですか、いろいろ癒着が、うん、まあ、それについてはお供がめなしで行こうとしてんじゃないかなっていう雰囲気がちょっと感じられる状態なんですよ。だから要はジャニーズだけ悪かった、俺ら関係ないっていうスタンスにメディアは徐々になりかかってるのが今の流れかなと思うんですね。しっぽ切りってやつ、しっぽ切り、うん、え、共犯じゃないのみたいな。メディアってやっぱ動き遅いなと今回よく分かるったじゃないですか、うん、やっぱり、あ、はい、でまずビビ衝動があって週刊誌とか世論が沸騰して、はい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 、キーはその後離れ始め、はいはいはい、最後まだメディア離れるか離れるかまだはっきりしないみたいな状態で一番最後一番感度が高くなきゃいけないメディアが、うん、ちょっとずっと様子見という問題ですよね。そうですね。でね、まあ、日本の政治レベルは低いっていうのはね、常々言ってますからね、まあ、報道もレベルが低いっていうのはね、世界的にも有名で、うんうん、報道の自由ランキングでは68位と先進国中最低ランクですよ。前も言いましたけど、フランス人の記者からね、発展途上国レベルだって言われる人、うんうん、まあ、メディアの問題があるわけですよね、うん、メディアが今後どういう形でそのジャニーズ問題にけじめをつけていくかっていうことがですね、今後問われるかなと。けじめつけるんですか、うん、この流れを見てると。まだつけないだろうけど、6月には言われるわけじゃないですか、国連かなんか、うん、はい、それまで何もしねえんじゃないですか。でさすがにもう6月に言われるっていう結論が分かってたら、ちょっと徐々に変えていくんじゃないかなとはまあ思うんですけどね、うん、テレ東と日テレは社内ヒアリングを行うっていうことを発表してるんですね。ああ、そうなんですか、うん。でまあ、先ほど言ったように NHK は第三者委員会は行わないと、で甘いと言われるかもしれないが番組内科で一つ一つ説明していくとみたいな感じなんですよ。結局さ、なんか見てると、うん、みんな横並びで、うんうん、例えばある曲がこういう風にしたから、うん、じゃあうちもしようかみたいな、うん、一歩踏み出そうかみたいな、うん、そういう感じでこう感じ、ね、全員が全員全曲こう、うん、牛歩戦術みたいな感じで進んでるようには見えますよね。29日時点でフジテレビがね、あのジャニーズの事務所の名前変更と保証会社の分離みたいなことを提言したっていうのが報道されてましたけど、多分話ができてるんですよね、おそらくは。っていうかもうどうするって言ってるジャニーズ、うん、でそれでよしにしようっていう可能性が高いじゃないですか、うん、出演 OK
あ、そうしないと、うん、だから言ったからやってくれたから出せましたよっていう流れにする。なんかジャニーズ側に申し入れを過去に3、うん、これまで3回しましたとか、うん、そういう曲もあったじゃないですか。あったあった。だからみんなこう提言を、うん、申し入れを何回しました何回しました、うん、だからいいでしょみたいな雰囲気になってる、うんうん、ってことですよね、うんうん、そうだからそれなんとなく結局変わらない方向に持っていくためにという逆算でやってる感じがすごいするじゃないですか。反省の色を見せてくれたら私たちは使います。そう、こういう反省をしてくれる。使うってことはもう決めてるわけじゃないですか。新規はやらないまでも、まあね、うん、だからジャニーズじゃなくなって、うん、名前が変わって新しい会社になって、うん、タレントが全部そこに行ったら、うんうんうん、まあ使えますよね。まあ、使えますよね、うん、でその後新規にも使える可能性が出てくるんですよね、うん、それは、まあ、それこそタレントさんに罪はないからっていう話で、うん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 、それができるってことですね。そういう感じは受けるよね。なるほどね、先言っといたぞみたいな、うんうん、そう、そんな自己改革で大丈夫なのかなと思うときにやっぱり BPO っていうのがあるじゃないですか、うんうん、今回あんまり、うん、でも BPO で調査させるべきだと思うんですね。これはなんかそんな話にならないですね、うん、そう、これは BPO と個別の番組をやるんだけど、あ、でも別にねテレビ業界全部やったっていいわけ で多分 BBPO の成り立ちとしてはそのテレビに対する批判を和らげるために調査して提言するっていう部分もあるわけですね。もちろん、まあ、そうですよね、まあ、番組もちゃんとするっていうのもあるんですけど、うんまあ、人に言われる前に自分たちでっていうことですよね。でただ調査というかね外部の人も入ってるから、うん、あるからやっぱこれ BPO が僕やるべきだと思うんですよね今回は。 BPO って誰かに言われないと動けないとかそういうのあるんですか。まあ基本はそうですよね。申し立てがあって、ね、調査するかどうかまず決めて、だからこれからみんな申し立てして誰が申し立てるかってでしょ、まあ、そうそう、うん、お二人がこんなに裸の少年の番組はけしからんって言ったらいいようにもしかしたら動くかもしれない、うん、まあそうですね、うん、番組ごとであるならば、ね、でそうするとやっぱりテレビ業界が進歩するためにもねそこで一つ結論出るっていうことが大事かと。やっぱり社内調査だとねなんだかんだ言ってそうだよね、うん、だって民間企業になんか不祥事があった時に社内調査するって民間企業が言った時に大体報道機関の人だったら、うん、そんな調査本当に大丈夫かよっていう視点で取材するのに、取材そういう逆の立場になると社内調査しますみたいな感じになるわけでしょ。報道機関ってね、うん、ガンガンさ質問してさ、うん、追及するじゃないですか、うん、悪だ悪だってね、うん、でさお手盛り調査じゃないかとか言ったりするわけじゃないですか、うん、それがまさに自分の今たちに降りかかってくるわけですよ。まあね、会社としてはだから、うん、なんかもう問題だと思うんだけど、うんうんうん、局も、まあ、現場の人はさ、うん、その自分の会社に、うん、でも本当ひどいよなって、うん、そういう ねあのこのテレビのね、うん、会社としての対応はやっぱおかしいよなって疑問に思ってる人も多いと思うんですよね、うん、そう、うん、そうじゃあ誰が問題かっていうと、うん、上の方の人たちですよね。テレビ局の ね一番の問題はね、ジャニーさん世代ジュリーさん世代っていう人がまだ幹部でいっぱいいるわけじゃないですかね。まあやっぱ年下ですけどね、うん、そうですね。でそういう人たちが今意思決定をしてる状況の中で、はい、そうだよね、その若い人はこれおかしいと思っても会社としては意思決定するのは上の人たちですから、なるほどっていう問題もあると思うんですよね、うんうん、でやっぱりそれも一回外部か BPO 内でやった方がいいってことじゃないかなと、うんうん、簡単に言うと若返れと若返れ、そうですね。そうね、うん、でやっぱり良くなるチャンスじゃないですか。まあね。うん、ね、クズ経営者たちを掘り出して、ね、で自由な報道を取り戻すチャンスじゃないですか。結局なんか社長交代の新聞社から来るんでしょうみたいな感じもちょっとありますよね。うん、ただやりやすい状況にやるチャンスであるんで、もう BPO にもうみんなね押し立てをして、うんうん、みんなで申し立てしましょうと、うん、申し立てするってのはいいんじゃないかなと思うわけですよ、ね、まだね、うん、やっぱり各自に任せるよりも業界としての見解を出すべきですね。それもねよく調べないと分かんないけど、うんうんうん、各テレビ局のね幹部たちがね、うんうん、報道出身の人がどれぐらいいて、うんうんうん、そのジャニーズをとこれまでべったりだったね、うんうん、その制作側のね、うんうん、人たちがどれぐらいいてとか、うんうん、そういう割合とかも意外と意思決定に反映してるかもしれないですよね。週刊文春にはさテレビ朝日がさ、うん、なんだっけジャニーズ劇場を作るっていうのがさ早川さん直轄で書いてあったじゃないですか。まあこういうのがあるから問題が良くなんないわけですよ、うんうんうん、スマップとね連れてきた厚労省だからそれが今会長であって、でなんか東京ドリームパークプロジェクトの中の目玉がジャニーズ劇場だとテレ朝ね、うんうんうん、こういうことが問題の
根幹をね、なしてるわけじゃないですか。うんうん、このまま突っ切ろうって号令をかけたって書いてますね、週刊誌ね。ジャニーズ劇場？ジャニーズ劇場。マジっすか？そうそうそう。誰が号令をかけたの？まあ、テレビ局内でね。あ、局内でね。うんうん、あ、記者会見後、このまま突っ切ると。すごいな。まだやるつもりなんですか？だから結局、そのね、ズブズブだった人たちがまだ現在ですから、それに顔色伺いながら下の人はやってるから、やれと言ったらやらざるを得ないってことなんですよね。こういうものを断ち切るためにやっぱり第三者的なものを BPO っていうのはまずは適正なのかなと思う次第でございましたですね。はい、BPO 頑張れと、 BPO にみんな訴えようという話でした。